文化がでいられるものがたくさんできてるんです。まあ昼間になるとこの伝統やいろんなそういうのがいらなくなる、いうようにですね、この夜の時代のものはそこでいらなくなることが滅びるっていう。で、審判ってことはその夜昼の分けるんです。いらないものはまずしまうか、あるいは壊しちゃう。で、これから明るいものをだんだん作っていくと、こういう感じです。そうするとその今の霊界が明るくなるとですね、どういうことになるかというと、人間ですね、人間っていうものはそのやはり体とそれから霊ですね、霊とその間に空気に相応すべきこの水分というのは水蒸気、それは人間の体に非常にある。そういう三段階になっているうちの、この人間の霊ですね、これ魂と言っているんです。それが霊界に属しているんです。霊界が明るくなるとそれの明るさに相応しない魂の人はどうしてもその相応するようにその曇りを取られるんです。取られていって、何も恋に取るわけじゃなくて、自然にその同化すべきその汚いものがきれいにされなきゃならない。そうすると魂の汚い人は霊界が明るくなるにつれて、掃除をされる。それが、まあ、苦しみです。で、病気の原理もそういうことに説いてあります。それでやると病気とはよくわかるんです。今まではこの霊っていうことを知らなかった、無視してる。さっき徳川さんの言われたように魂です。あの魂っていうものの働きというのは大きなものなんです。大変なものです。私は昨日ですね、1年ぶりぐらいで来た人があるんです。ところが1年ぶりぐらいで一昨日その人のことをちょっと頭に浮かんで、あ、今どうしてるんだと思ったのが昨日来たんです。ああ霊が最近来てるんだなと思ったんです。いうのはこっちでこう、あの徳川さんの松並っていう人をその、一生懸命に、まあ、書いてるという思ってると、その想念というものが、ね、向こうに行くんです。その人は行ってその人の体に入り頭に止まりするとちょっと浮かぶんです。会おうって言って、まあ、来るようなもんです。その要するに霊線って言ってそういう場合に交通するんです。これはこの霊線のなんですね、働きなんだけど、恋愛問題なんかに、ね、解釈すると非常に面白いんですけど、今恋愛問題の目的じゃないです。これはまあ進化入ったらそういうことを分かってくる。そうするとその恋愛に、っていうのは非常にいいもんなんですけどね。あれはそのから結局悲劇が終わる。だから悲劇に終わることやまたどういうもんだということを知るにはですね、その霊的のこと、霊線のことを知ると一番よく分かる。これはその馬鹿にできないです。そういうことが分かるってことです。大いにそういうその悲劇や、悪い社会悪なんてはなくなるんです。まあそれはそれだけにしておいて、今言ったような場合ですね、この霊ですね、霊の曇りを明るさに相応するようになるときに、病気ぐらいすればいいけれども、そうじゃなくて、もっとその、強くそれとも病気なんかには耐えられないで、その人は死んでしまうんです。あれ病気っていうものもですね、この少しずつ来るから病気でね、あれでいいんですがね、あれでいっぺんに来たらその、倒れちゃう。で、最後の審判っていうのはそれなんです。そこで、だんだんこの霊界が明るくなりについてそして一点にこのやられることになると、そのために命を失うことになる。それが大量になるんです。大量になってはかわいそうだからっていうんで、そのことを知らせると、知らせて助けなきゃならんというのがその神様のご意志であります。で、私はその神様にそれを
命じられてくる。そして、まあ、こうしてお知らせするわけなんです。そうしておいて、私はですね、つまり、釈迦とかキリストが言う、天国は近づいていた、今にいい世の中が来るという、まあ、予言をされた。予言をされた、それをですね、キリスト教社会は予言者です。私は実行者なんです。それを実行すると、本当にその、この世界をして、病人層絶無の地上天国を作ると。作れということを神様から命じられているんです。その代わり、私は作るんじゃないから、決して不能ることはないんです。万事神様を伝達しますから。ただ、その、形に現れたものだけをですね、やればいいんです。あ、非常に楽なんです。しかし楽だって言っても、責任は重いんです。まあ、おそらく、人事が始まって以来、私ぐらい大きな責任を負わされたのはないでしょう。そうすると、それによってですね、偉い人たちの余韻がね、合ってくるんですよ。ですから、私のこと言うにはですね、もし、キリストや釈迦が言った予言がですね、実際、実現性がないって言ったら、それは予言じゃなくて虚言だったんです。いわゆる虚言とは、嘘つきという。あんな偉いですね、人が、嘘つきっていうはずはないんだから。いずれは誰かが実現させるものが出なきゃならない。いうような意味です。それで、その担当者として私が、まあ、選ばれた。こういうわけなんです。で、私はこういうことをですね、こんな大きなことをですね、その、言うってことは実際その、つらいんです。その、あんまり大それたことによって言いにくいんですから、まあ今まで言わなかったんです。しかし、だん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 この、今言う、夜から昼間になる時代が迫ってしまう。それで人を救うには、早くですね、大勢の人にそれを耳に入れなきゃいかんというわけで、まあ、今日初めてこの大勢の方の前で喋るんです。で、さっきノアの洪水のことをちょっと鈴木さんが言われましたね。あれも、まあ、よく似てるんです。ノアの兄弟ってのがあるんですね。で、兄弟が、やっぱり神がかりですね、神様から知らせられた。もうじき大洪水があると。人類の大半が、それに巻き込まれると。だから、それも助けろと。言うんで、ノアの兄弟が、非常にその、怒鳴ったんですね。知らせたところが、なかなか信じる人はなかった。で、信じてさ、たった6人が。ですから、ノアの兄弟2人と合わせて8人ですね。8人だけが信じたわけですね。そして、どうすればいいかというと、箱舟をつけろと。こういうんです。で、ノアの箱舟っていうのはね、ちょうど銀杏の実の形をしたものです。というのは、ちょうどこういう風になるんですね。だから、この洪水の時もですね、この上に猛獣だとか大蛇だとかいうのが上がってくるんです。それが危険を防ぐために考えたんです。箱舟を作って、そして待っていたところが、あれは四十日雨を降ったっていう説と百日雨を降ったっていう説があります。まあ、これはどっちの道、幾日も続いて降ったんです。それでだん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 その水かさが増してる。そして、洪水になった。そうすると、箱舟に乗ったもんだから助かったけど、あとの普通の船に乗った人や、山の上に上がった人は、どんな猛獣や上の目やそういうものが上がってきて食い殺しちゃった。それで、助かったのは、その8人だけが助かった。で、その子孫が、今日の白人だと
いうことになっていますが、これは大体間違っていないと思います。何のあれば日本でもこのイザナミダメの御事ですね、この二柱の神様が雨の浮き橋の上です、そしてこの剣をですね、この泡みたいなのをかき回して潮航路航路をかき回すと、そこに島海国海って島や国が生まれたと、こういうことになった。あれは洪水に違いない。で、あの神道の方で言うと潮路の技と、潮満の技と両方、あるっていうことになってます。潮路の技っていうのは水を冷やす技です。ですから図案読み事は潮路の技をなす、それで来たために島海国海っていうのは、あれは洪水の水を捨てたんですね。今まで、水底にあった何が現れたか、こういうことだと。それがやはりノアの洪水の時だと思うんですね。でそういう場合で、今度はですね、キリストの、これは黙示録がいろいろありますがね、ヨハネは水の洗礼をすると、キリストは火の洗礼をするということです。ヨハネの水洗礼はもうノアの洪水で済んだ。今度は火の洗礼となると。これはこのやはり大変な大きなことなんです。で火の洗礼についてはいろいろのまた意味があるんです。だいぶ時間が来ましたからこれだけにします。